エリチエミ、1937年1月11日から1982年2月13日は、昭和期に活躍した日本の歌手、女優、タレントである。本名は、久保千恵美。1937年、昭和12年1月11日、東京市下谷区、現、東京都台東区下谷に三男一女の末娘として生まれる。血液型は A 型。父、久保益は、福岡県田川郡添田町の出身。独学で、クラリネット奏者になったが、軍事徴用での工場の作業で、指の先を痛め、以降再び独学でピアノ弾きに転向したりと、ともかく、音楽センスの素晴らしい人だったと言われており、千恵美が生まれた頃は、船のバンドマスター、吉本興業に所属していた。デビュー当時の千恵美も吉本に所属していた。デビュー当時の吉本は、今のような規模になく花火師あちゃこ千恵美くらいしか稼げる、スターはいなかった。バンドマスターを経て、吉本所属、東京吉本の大スター、柳家三木松、三味線漫談の相三味線やピアノ伴奏を務める、三木松の語りに合わせての効果音的なピアノ伴奏は、絶妙で、三味線もコードを変えて、音を重ねるなど巧みな腕を持っていた。この三味線、ピアノも独学で習得したものだった。母は SKD が東京にできる前の宝塚歌劇のようなレビュー一座、東京少女歌劇出身の女優、谷崎敏子である。後に浅草の経演劇の舞台に立ち、吉本興業に所属する。名喜劇女優として、当時同じく吉本にいた笠置シヅ子と共演したり、榎本健一とも映画で共演したりしているが、千恵美を見ごもる頃より体を壊し、一線から退いた。少女歌手、エリチエミのルーツは生活を支えるた美であり、この点は、美空ひばりとの相違である。ひばりは、ひばりの母親のなし得なかった歌手になるという夢と、自身も歌が好きで非常に上手かったということが合致し、豆歌手の人生をスタートするが、豊かではないまでも実家は、父が、魚ますという鮮魚店を営み、家計に困窮していたわけではなかった。片や千恵美は、師匠である柳家三木松とのいわば喧嘩別れで失職した父、病床で寝たり起きたりの母、また三人の兄、これだけのものを背負っていた。長兄も陸軍士官学校出身で、英語も堪能なエリートだったが、戦後の価値観の変化などで順調とはいかず、結局、父が、マネージャー、長兄が、付き人という三人四脚での芸能活動が、1949年、昭和24年、12歳の頃からスタートすることになった。進駐軍のキャンプ周りの仕事をこなしていくうちに、千恵美は、ドリス・ディのアゲインなどを習得し、ジャズ歌手への志向を高めていく。進駐軍のアイドルとなり、愛称は、エリーとなる。芸名のエリチエミは、このエリーから母が名付けた以下、千恵美と記述。特に千恵美を可愛がってくれた進駐軍兵士ケネス・ボイドからその後の運命の曲となるテネシー・ワルツのレコードをプレゼントされる。この曲を自分のデビュー曲と心に決めるも、レコード会社のオーディションにことごとく失敗する。なんとか最後の頼みの綱であるキングレコードにパスし、1952年、昭和27年1月23日に自分の意思を貫き、テネシーワルツ、家へおいでよで、レコードデビューを果たす。その時千恵美は15歳だった。しかし吹き込みは前年の11月だったため、キングレコードは14歳の天才少女というキャッチコピーを提案した。しかしこの時、嘘をつくのは嫌だ。と抗議。少女時代から、自分の意志を通す一徹な部分を持った性格だった。なお、母は、千恵美のデビューを待たず1951年6月に他界している。同年、初主演映画の猛獣使いの少女に出演、美空ひばり以来の天才少女と呼ばれるようになる。メジャーデビューシングルのテネシーワルツは23万枚、続く、トゥーヤングも15万枚の大ヒットとなった。クラシック音楽以外のすべての海外製、ポピュラー音楽を総称して、ジャズと呼んだ当時、この大ヒットが大規模の劇場や公会堂を使ったジャズコンサート、ジャズコンブームやジャズを放送で取り上げる民間放送の開局ラッシュと重なり、ジャズが全国へ広がる上での牽引役となる。もともと、ちえみの興行権を握っていたのは、吉本興業だった。若き日の長嶋達治は、ちえみの興行を打った会場で、山口組の三代目と吉本の林さんが、怖そうな人と来てるから逃げてくださいと忠告された。挨拶に行くと二人は、うちのところでもやってくれと切り出してきた。後に、夢のワルツ、講談社の中で、長嶋は、大物二人は文句を言おうと思ってきたが、会場の客層を見て、郷土東京の連中を使った方が便利だと考えたんだろう、と語っている。メジャーデビューの翌年、1953年、昭和28年の春には、招かれて、アメリカのキャピトルレコードで、ごめんなさい、プリティ、アイドベイビーを録音、ヒットチャートにランキングされるという、日本人初の快挙を達成したとされる。ロサンゼルスなどで、ステージにも立ち絶賛を浴びる。帰路のハワイでも公演を成功させ、そこで合流した、ジャズボーカルグループ、デルタ、リズムボーイズと共に凱旋基調、ジョイントコンサートを各地で開き、ジャズボーカリストNo.1の地位を獲得する。なお、ちえみが渡米している間に、ライバルとなる、雪村いずみがデビュー。帰国第一声は、雪村いずみって、どんな子？だったという。しかも、デビュー曲が自らカバーしようと準備していたテレサ、ブリュワー、思い出のワルツ、現代、ティル、アイワルツアゲインウィズユーだったので、心中穏やかではなかったが、スカートの丈が合わず、シミーズが少し出た背の高い痩せキスな少女、いずみが空港で出迎え、その屈託のない可憐な姿にちえみの心は和み、やがて二人は、終生の親友となった。美空ひばり、雪村いずみと共に、三人娘と呼ばれ、一世を風靡。じゃんけん娘、1955年などの一連の映画で共演。その頃からちえみは、日劇をホームグラウンドとして活躍。日劇の歴史で歌手の名前がそのロングラン公演のタイトルとなったのは、1955年、昭和30年4月26日から5月6日、ちえみ回を渡るが先駆けだった。ちえみの日劇初出場は、メジャーデビュー前の1951年、昭和26年。1952年から1967年までリサイタルを開いた。また TBS、ちえみ大いに歌うは、ワンマンショースタイルの先駆けともなった歌番組、1965年4月から11月であった。映画のサザエさんシリーズ、1956年から全10作が作られたもヒット。後にテレビドラマ、1965年から1967年、舞台化もされ生涯の当たり役となる。東映作品、小さこべでは、京都市民映画祭で優秀助演女優賞を獲得、ふんどし医者など、自身主演の音楽娯楽映画、歌祭りロマンス道中、渥美清、共演、ジャズ娘、誕生、石原裕次郎、共演、ちえみの婦人靴など以外にも数多く助演した。1959年、昭和34年、ゲスト出演した東映映画での共演が縁で、高倉健と結婚、家庭に入るものの、1960年、昭和35年に本格的に復帰。高倉と結婚した3年後の1962年、ちえみは妊娠し子供を授かるが重度の妊娠高血圧症候群、この当時は、妊娠中毒症と呼ばれていたを発症し、中絶を余儀なくされ子宝には恵まれなかった。ちえみの義姉、伊布姉による横領事件、口述などがあって、高倉に迷惑をかけてはならない、と1971年、昭和46年にちえみ側から高倉に離婚を申し入れることに、ちえみは数年かけて、数億に及んだ借財と抵当に取られた実家などを取り戻す。1963年、昭和38年には日本におけるブロードウェイミュージカル初演の東京宝塚劇場でのマイ・フェア・レディに主演して、アトロン賞、東京演劇記者会賞、毎日演劇賞、ゴールデンアロー賞、第1回大賞などを受賞。またこれに遡る1961年、昭和36年には歌手として初めての舞台の1ヶ月座長公演を梅田駒、ちえみのスター誕生で果てし、舞台女優としても活躍した翌1962年の新宿駒、スター誕生公演で芸術祭奨励賞を受賞。代表作には、アニーよ銃を取れ、遅め9章、芸術祭奨励賞、芸者春駒、白子の恋、芸術祭優秀賞、春花伝、花木蘭などがある。新宿駒の座長公演は1962年、昭和37年のスター誕生から1978年、昭和53年のサザエさんまで続いた。松竹系の舞台でも1978年、昭和53年京都南座で音楽劇24の瞳主演。助演した舞台にも東宝歌舞伎、靴掛時次郎、長谷川和夫と共演、駒歌舞伎、春夏秋冬、現、坂田藤十郎、四代目、当時の中村千尺と共演があり、女優としても幅広い活躍を続けた。テレビドラマも、ちえみの瓦版太平記、咲子さんちょっと、あのぎちゃん、黄色いトマト、ネギ坊主の歌、はじめまして、赤坊母ちゃんなど、多数の作品に主演。その活動の範囲は、歌手、女優にとどまらず、TBS、みんなで歌おう73から75のメインパーソナリティなど司会業でも活躍。他クイズ番組では、NHK、連想ゲームの紅組2代目キャプテン、テレビ朝日、象印クイズヒントでピントの女性軍初代キャプテンなど、務めていた。エリー、ちーちゃんという愛称が定着しているほか、親しい友人の間では、のにというあだ名で呼ばれていた。杉良太郎や雪村泉が歌番組でちえみとの思い出を振り返って語る。トロによると、これはちえみの口癖ののにから付けられたという。しかし1982年、昭和57年2月13日午後、ちえみは港区高輪の自宅マンション寝室のベッド上で、うつ伏せの状態で吐いて倒れているのをマネージャーに発見されたが、すでに呼吸、心音とも反応がなく、死亡が確認された。死因は、脳卒中と吐しゃ物が気管に詰まっての窒息、誤嚥によるものだった。ちえみは数日前から風邪をひき体調が悪かったところに、ウィスキーの牛乳割りを煽り、加えて暖房をつけたまま、風邪薬を飲んで寝入ったことが一因とも言われている。その前日は、一昨日に行われた熊本での和服商社主催のイベントを益況したばかりで、ちえみが亡くなった当日の夜には北海道帯広にてステージが組まれる予定が入っていた。あまりにも突然すぎる死に親友だった三人娘の美空ひばりと雪村泉、他清川虹子や中村芽衣子らもショックを隠しきれずに号泣、ちえみの葬儀の席でも深い悲しみに暮れていた。同じく親友の杉良太郎は、死の前年9月、杉の主演ドラマ、大江戸桜吹雪、八千両の舞、日本テレビに、ちえみがゲスト出演していたことから、驚きを隠せなかったという。ちえみの棺が玄関を出た2月16日は、くしくも最後まで愛し続けていた高倉との結婚の際、花嫁衣装を着て、実家の玄関を出たのと同じ日だった。その高倉は、ちえみの葬儀に姿を現さなかったものの、葬式当日に本名の小田剛一で供花を送り、また会場の前で車を止めて手を合わせていたという。それから数週間後の3月3日、仕事関係者らによるちえみの音楽葬が行われた。ちえみが世を去る数日前には、2月8日にホテルニュージャパン火災と、翌2月9日には日航機羽田沖墜落事故という、二つの大惨事が連日にわたり発生していた。当時の報道、マスコミはニュージャパン火災と日航機墜落事故で特別報道体制を敷いており、テレビ各局は混乱に陥っていたため、ちえみの急逝のニュースはその直後には予想以上に小さな扱いになり、数日後に改めて追悼番組や特集などが組まれた。名古屋で家庭を持って暮らしていた Y 氏は、様々な事情から、母、千恵美の実母、谷崎敏子と幼くして、生き別れになっていたが、ある日、スター歌手、江利千恵美が、自分の妹、異父妹である事実を知った。Y氏は、離婚して、経済的に困窮していると語って、家政婦、付き人として、千恵美に近づき家に入り込み、身の回りの世話を手伝いながら、徐々に信頼を得ていき、最終的には、千恵美の実印を預かり経理を任されるまでになった。嫉妬心に駆られていた Y 氏は、ここから千恵美を陥れるべく、犯罪的な行動を取り始めた。Y 氏は、高倉健と千恵美のそれぞれについて、でっち上げの誹謗中傷を吹聴、二人を別居に追い込み離婚への足がかりを作った。また実印を使って、千恵美名義の銀行預金を使い込み、高利貸しから多額の借金をし、不動産までも抵当に入れた。事件発覚後も容疑を否定し、女性週刊誌や婦人誌などで反論するとともに、千恵美への誹謗中傷や家庭内の暴露を展開、挙句は、不遇な境遇の自分と大スターの妹との差に嫉妬した計画的な犯行だった。千恵美は自己破産をせず、責任は自分で取ると決意し、断腸の思いで異父姉を告訴。2億円とも4億円とも言われた動産の被害、不動産担保地方営業などをこなしながら一人で完済した。歌手デビュー直前に実母が死去。三人の兄も、千恵美の存命中に二人が亡くなり、高倉健との間に授かった子供も、重度の妊娠高血圧症候群から中絶を余儀なくされ、可愛がっていた甥の電車事故死、そして離婚と、家庭運に恵まれなかった部分も多かった。さらに1968年にはポリープによる声帯の手術、1970年1月21日には、当時世田谷区瀬田、旧玉川瀬田にあった邸宅を火災で焼失。1972年には日本航空351便ハイジャック事件に乗客として遭遇、歌手、俳優の三田明も登場していたするなど、芸能生活の華やかな栄光の陰にはなぜか常に不もつきまとう波乱万丈の45年間の生涯だった。年末恒例の NHK 紅白歌合戦へは、三人娘の中では、千恵美が一番早く、1953年、第4回に、God is a Guyで、初出場を果たす。1956年、第7回では、雪村泉が、本番当日胃痙攣のために出場辞退。急遽千恵美が泉の分も合わせて、出場者の印である赤い花を2つ胸につけた。そして、自宅療養していた泉からの、シーシ頑張れ。テレビで見てるとの電報を読み上げた後、おてんば、危機を熱唱した。1963年1964年、第14回、第15回は、現役歌手として初めて紅組司会も担当した。1968年、第19回には、当時の連続出場最多記録かつ、史上最多出場記録となる16回目の紅白出場を達成だが、この1968年が千恵美の生涯最後の紅白出演となった。次の1969年、第20回は紅白に出場してほしい歌手上位3名に入っていたにもかかわらず落選し、大きな話題となる。千恵美の落選の理由は、前年まで千恵美は後半トップバッターを、島倉千代子は前半トリを、美空ひばりは紅組トリをそれぞれ務め、ベテラン歌手のバランスを保っていたが、この年の紅白ではひばりをトリから外し赤組トリを新しい世代にバトンタッチする系が浮上。その場合、それまでトリを務めていたひばりは前半トリで歌い、それまで前半トリで歌っていた島倉を後半トップの位置にするのが妥当だと制作側は考え、それまで後半トップだった千恵美が押し出される形になったことである。しかし、実際にはひばりは例年通り大トリを務め、島倉も前年までと同様に前半トリを務めた。翌1970年、第21回の紅白は当初2年ぶりの復帰出場が決まっていたが、千恵美が自らヒット曲がないから前年に比べて歌唱力は上達していませんなどとの理由によりあえて紅白への出場自体を表明した、その後紅組の代替歌手として、日吉ミミが初出場。現役歌手で、紅白出場が決まりながらも辞退したのはちえみが、史上初めてのことであったが、この他、越路吹雪らも同回以降紅白を辞退することになる。その後も、1974年1975年、第25回、第26回には、酒場にてが久々にヒット曲となったが、ちえみは、もう紅白は卒業したので、一切登場はいたしませんと、やはり NHK からの出演要請を頑なに拒んでいた。ちえみの楽曲は、ジャズポップスを皮切りに、民謡、歌謡曲、ミュージカルなど、ライバルの美空ひばりと同様に幅広いジャンルをこなす、レパートリーの多さも特徴だった。主に1950年代までのシングル曲の伴奏は原忍とシャープス&フラッツ、ミサゴタダーキと東京9番ボーイズなどが担当している。特にシャープス&フラッツはちえみのコンサートでの伴奏を1960年代前半まで一手に担当し、リーダーの原忍とも終始親交が深かった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。